トヨタ自動車取締役や、同社技官、同社顧問、中部インダストリアルエンジニアリング協会会長等を歴任した。東京市で日本軍大本営参謀を務めた、林太郎元陸軍中将の三男として生まれた。武蔵工業大学工学武器開工学科で、小浜昭一研究室に所属しエンジンの研究を行い、1966年に大学卒業後、 トヨタ自動車工業入社、元町工場機械部技術員室配属。大野大一や鈴村貴子に指示し、生産現場や流通などでのトヨタ生産方式の整備にあたり、更新技術者の育成も行った。1982年トヨタ自動車工業、製造課長に昇格。1984年に、豊田昇一郎社長の長男、豊田昭雄が入社し、 1985年から工業製造課に配属されたため上司として指導に当たった。1987年元町工場機械部次長。1988年生産管理部生産調査室主査。1991年高岡工場主査。1997年生産調査部長。1998年理事生産調査部長。 2001年トヨタ自動車議官。2009年にトヨタ雄が社長に就くと取締役に就任。2011年取締役を退任し、議官に再任された。2014年顧問。顧問退任後は2018年までアドバイザーを務めた。この間、2012年から2019年までチューブインダストリアルエンジニアリング協会会長。ありがとうございます。